までの工事家は、藤原北家家重寺流の支流にあたる、公家、家族。公家としての価格は、名家。家族としての価格は、伯爵家。三に、吉田助爵の四、男子通を過疎とし、鎌倉時代中期に始まる。過疎市通がその邸宅地を冠してまでの工事と、称されてから、子孫代々これを加盟とした。家業は、儒学、文筆、夕食古日。 江戸時代の家録は390国級と余り、か、ないない、この池のカレ明治維新後は白爵、母大書は伏見松林院。過疎市通りは、県庁二年当司教から書領、記録類を分与されたが、これは、市通が、起憶者であったためと言い,い、一家を起こした事情が知られる。その古戦法は、五代醐天皇の神生家で徴用され、 吉田佐賀房や北畠近房と共に、後の三房と称された。藤士房、末房兄弟も五代五に仕え、藤士房は、剣務政権の養殖に就いたが、新生の乱脈ぶりに失望して出家したため、末房の支柱房が家督を継ぐ。その子継ぐ房ははじめ甘露寺家より豊房を迎えて、死死とするも、時房が生まれると家督をこれに譲らせた。 時夫さは内大臣まで上り、日記、縦打ち記を残している。その子冬夫さは、純大臣に進んだがほどなく出家し、四死、春夫さも、にわかに出家して、までの工事家は一旦断絶した。ここに同流書家の苦行が協議し、荷重寺家より、剣坊を迎えて、遺跡を相続させる。剣坊は、三通が露見して、しばらく開館され、その間は、荷重寺教教が、 なしろとして、家督を継いだが、憲法が直面を得て出資すると、以後二代にわたって、天皇と、遠石関係を結び、家運は、流盛を極めた。剣坊の女栄子は、小奈良天皇の皇宮に入って、大木町天皇を生み、同様に、厨房の女房子は、大木町天皇の皇宮に入って、佐人新皇を生んだ。代々武家天宋、偽装などとして、 小爆館の朝廷に勤めた者が多く、江戸時代後期の政房は、孫悟一軒で天送を免職され、幕末の聖望は、条約直去と将軍軽視問題に奔走。広志望は、孫上白毛として活躍し、その子通房は、母親戦争の軍港によって、昭天六百国を衛生化しされ、やがて自重、貴族院議員などを歴任した。 明治17年7月通り棒が白尺を授けられた。ほか、聖坊の八尾正秀が分家して、断尺を授けられている。までの工事元道までの工事仙坊、までの工事藤房までの工事末房までの工事中房、までの工事筑坊、までの工事時房までの工事逃亡、までの工事剣坊、までの工事修坊、までの工事これさまでの工事ク坊。 までの工事厚房までの工事高房までの工事綱房。までの工事正房までの工事厚志房。までの工事春房までの工事直房。までの工事地規房。までの工事正房までの工事文房。までの工事建坊までの工事聖坊までの工事広志房。までの工事通坊までの工事吉房までの工事高房までの工事屋。関路寺県庁の子。関路寺親町の子。 カジ寺の利秀の三男、カジ寺春右ハの三男、聖漢寺広志望の抜歯、カジ寺高明の次男、平松時行の子、国立歴史民族博物館の急高給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期のまでの工事計量は以下の通り、ありがとうございます。